ブルース。英語発音、BL、Z は、米国新南部で、アフリカ系アメリカ人の間から発生した音楽の一ジャンルである。19世紀後半頃に、米国新南部で、黒人霊下、フィールドハラーや、ワークソングなどから発展したものと言われている。ジャズが、楽器による演奏が主体なのに対して、ギターを伴奏に用いた歌が主役である。 アコースティックギターの弾き語りを基本としたデルタ、ブルース、カントリーブルース、エレクトリックギターを使用したバンド形式に発展したシカゴブルースなど、多様に展開している。ベッシー・スミス1936年2月、カールバン・ベクテン撮影ブルースとは、孤独感や悲しみ他を表現する歌であり、悲しみや孤独の感情は、英語ではしばしばブルーの色で例えられることに由来している。 20世紀以降のポピュラー音楽に幅広く影響を与え、ジャズやロックンロールのルーツの一つとしても知られている。1900年代にも白人がブルースを楽譜化した例があり、また1912年のフィドル奏者ハートによるダラス・ブルースは、ブルースをコピーした楽譜が著作権保護された初期の例とされている。ブルースは自由な音楽表現だが、ルールも多い。 ブルースの基本的な構成として、12小節形式で綴られる場合が多い。12小節形式の基本は A、a B の形式をとる。つまり、4小節の同じ歌詞を2度繰り返し、最後の4小節で締めの歌詞を歌う。これが、ワンコーラスとなる。ブルース形式のコード進行これらのローマ数字は、コード度数を表している。これが例えばキーが C だとすると、以下の通りとなる。 歌詞は身近な出来事、感情を表現したものが多い。日常の幸せなことや憂鬱なことを十二小節に載せて歌う。アメリカ南部の黒人たちにとって身近な存在だったギターは伴奏楽器として適していたこともあり、初期のブルースはアコースティックギターの弾き語りによるものが多かった。キー A のマイナーペンタトニックスケールブルーノートスケールと呼ばれている語音階で演奏される。 ブルースのシャッフル、または、ウォーキングベースギターは、グルーブと呼ばれる反復的な効果を形成する。ブルースの特徴であるシャッフルは、スウィングジャズ、ブギュウギ、R&B、ロックンロールなどで使用された。また、ブラインドブレイクや、ブラインドボーイフラーは、フィンガーピッキングの名手としても知られた。WC ハンディのストリート、ルイスブルーズの譜面19世紀後半頃に、 米国新南部で黒人霊化、フィールドハラーなどから発展したものと言われている。1903年、ミシシッピ州のデルタ地帯を旅行中だった黒人中産階級の WC ファンディが、同州、タトワイラーで黒人によるブルースの生演奏に遭遇した。この後、彼は楽曲を楽譜にして発表し、ブルースは世間に知られることになった。だが、 ハンディはブルースを楽譜に起こしただけであり、ブルースの父とすることには批判が多い。この年をブルースの生誕の年とする見方もあり、2003年はブルース生誕100年を記念してアメリカ合衆国議会によりブルースの年と宣言された。1920年、メイミー・スミスが OK レーベルに初レコーディング。これがブルースのレコーディングとしては初と言われている。 彼女のクレイジー・ブルーズは初年度7万5000枚を売り上げるヒットを記録した。また、現在、知名度の高い戦前ブルースシンガーは、ロバート・ジョンソンだが、当時は、チャーリー・パットンの方が黒人の間での人気が高かった。戦前のアメリカにおいて、ブルースは米国新南部からセントルイス、シカゴ、ニューヨークなどへ北上し、各地でスタイルを変えながら発展した。 もともとギターの弾き語り中心であったが、都市部に展開するにつれ、ピアノとギターのデュオ形式、バンド形式など、より都会的な宣伝された形式へと変わっていった。都市部で展開されたブルースのスタイルをシティブルースという、代表的なミュージシャンはリロイカーなど。しかし都会に憧れる反面、故郷への思いが強く、歌に影響を与えている歌が多い。シカゴでは、 1950年頃からエレクトリックのバンドによるブルースが登場した。デルタブルースを基調とした泥臭いサウンドで、戦前のシティブルースとは一線を画すものであった。このサウンドはシカゴブルースと呼ばれるようになった。その代表格となるのがマディ・ウォーターズである。ロックンロールの巨匠、チャックベリーもこの頃のブルースに大きく影響を受け、後のロックバンドにも受け継がれていると言える。 1960年代初めになると、イギリスでアメリカから多くのブルースのレコードが輸入され、同国でブルースのブームが起きた。その流れの中で、ローリングストーンズ、フリー,ートウッドマック、クリーム、ジェスロ、タル、アニマルズなど、ブルースに影響を受けたバンドが多く登場し、ブルースロックが流星となった。日本では、1960年代後半から70年代前半に、 ブルースブームが起こったとされる。1971年、BB キングが初来日を果たす。1973年に、スリーピージョニエスティスのスリーピージョニエスティスの伝説がオリコンチャートに食い込むヒットとなった。1974年、第1回、ブルースフェスティバル開催。同フェスティバルは第3回まで開催され。 エスティスをはじめロバート・ロックウッド・ジュニアエーセズ、オーティス・ラッシュらの来日が実現した。京都、大阪を中心にウエスト・ロード、ブルース・バンド、ユーカダン、ブレイクダウンなど、ブルース・バンドが登場。日本の独自のブルースシーンが形成されてゆく。また、楽譜がブルース形式でなくとも、タイトルにブルースとつく曲も多く存在する。日本の歌謡曲の中にも、 雨のブルース、昭和ブルースなどブルースとタイトルが付く曲も多いがメロディーやアレンジはアメリカの黒人由来のブルースとは異なる。ありがとうございます。